皆さんこんにちは、こんばんは。今日も本音で聖書塾聖女四郎シリーズをご視聴くださりありがとうございます。本日の学びは聖女の構造についてですが、今日は聖女を覆っている4つの膜に視点を向けて学んでいきたいと思います。はい、そうですね、はい、4つの膜があるということですが、聖女は別名モーセの幕屋とも呼ばれてるんですよね。はい、まあ、幕屋って普段あまり聞き慣れない言葉だと思いますけど、幕という言葉から旗とか布とか、あと垂れ幕とか、何か布が関係してるというのはなんとなくイメージはできますよね。そうですね、この幕とは、まあ、この仕切りとかですね、はい、何かを覆うときに使う布のことですので、幕屋とはまさに大きなテントのような建物なんですね。まあ、テントと言われるとキャンプで使うあのテントですね、あれがイメージとして思い浮かびますけど。ああ、そうですね、はい、うん。まあ、ところでこのキャンプといえば、キャンプの時のテントに求められることって何だと思いますか？そうですね、まあ、雨風から守られて快適に過ごせるとか、まあ、あと虫が入ってこないとか、そういう感じですかね。まあ、そうですよね、まあ、この激しい雨風にも耐えられるテントというのが良いテントの条件らしいですね。まあ、基本的にはどのテント この表面にもですね、撥水処理というのが施してありまして、はい、まあ、テント この外側の生地の厚みや、また目の細かさでですね、この撥水能力というのが違ってくるわけですね。で、当然このテントの外側の生地が厚ければ厚いほど、はい、まあ、そして、生地の目が細かければ細かいほど、この撥水能力というのが強くなりますね。はい、またテントの中には生地を重ねて作られている、まあ、そういうテントもありまして、まあ、そのあたりの材料でですね、はい、テントの品質とか、また値段も大きく変わってくるらしいですね。そうなんですね、はい。さて、話を聖女に戻しますが、はい、モーセの幕屋なる聖女は4枚の幕が重ねられているんですが、そのあたりのことは出エジプト記の26章に、詳しく記述されてますよね。時間の関係で今日はお読みしませんが、後ほど皆さんの方でそれぞれ確認していただければと思います。はい、まあ、1枚ではなく4枚っていうところに今それぞれ何か意味がありそうですね。はい、この出エジプト記の26章の14節の記述によれば、この聖女のテントの一番外側ですね、4枚ある幕の一番外側の幕は、はいはい、実はジュゴンの皮なんですよ。ジュゴン、はい、ジュゴンって私見たことないんですけど、これ日本では沖縄だけに住んでるそうですね。まあ、そのようですよね、はい、僕もまだ実物見たことないんですけども、はい、まあ、なんかあのジュゴンはアザラシとかマナティのような外見ですよね。で、水の中で生活してるので当然、はい、まあ、そのジュゴンの皮っていうのは撥水能力はすごいと思われるんですよね。まあ、先ほどの良いテントの条件から考えると、撥水効果抜群のジュゴンの皮が一番外側の膜に使われてるなんて、なんと高級なテントなんだろうかと、ね、はい、絶賛したくなるんですが、まあ、しかし実はですね、ジュゴンの皮は私たち人間の生まれつきの状態、すなわち罪人という状態を表していると考えられるんですよね。はい、この聖書の中ではですね、はい、よく雨とか水というものは聖霊を表していまして、はい、その聖霊の感化をいわゆる撥水効果のように跳ねのけてしまう存在、それが私たち罪人の状態であることを表しているんですね。このことが聖書に記されてありますので、コリント第一の手紙の
2章14節を読んでいただけますか。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。はい、私たちはこう自分の力で神様を信じたのではなく、うん、神様が私たちの思いに働きかけてくださって、うん、それに応じる時に信じるようになるということですよね。そうですね。まあ、それにしてもこう神様がお住みになる聖女なるものの一番目につく外観が、うん、生まれ変わる前の私たち罪人を表す冴えない色のジュゴンの皮っていうのがちょっと不思議ですよね。そうですね。神様がお住みになる聖女のイメージはこう荘厳で堂々としてるというイメージですから、うん、聖女の一番外側は豪華絢爛な布が使われていそうな感じですけど、全く逆なんですね。そうですよね。まあ、どうしてそうなのかということはですね、まあ、学んでるうちにその意味が分かってくると思いますけども、はい、まあ、次に行きましょうね。はい、2番目の幕について考えてみたいと思います。出エジプト記の26章の14節の記述によれば、はい、これは茜染めのお羊の皮になります。聖女でお羊といえば何かを思い出しませんか。そうですね、確かあの犠牲の動物の中に羊がいましたよね。そうですね、はい、お羊は聖女の儀式で捧げられる犠牲の動物なんですけども、はい、前回の学びでそれはまさにイエス・キリストを表しているという話をしましたよね。はい、イエス・キリストは十字架の死によってご自分の命を私たちの救いのために差し出されましたよね。はい、そしてその時流されたキリストの血が2番目の幕の色につながってくるわけですね。イエス様のお体を表すお羊の皮が十字架の血によって赤く染められたっていうことなんですね。うん、そうですね。わかりやすいですね。まあ、そうなんですよね。はい、先ほどの1枚目のジュゴンの皮で象徴された罪人はですね、キリストの十字架の意味を知ることによって2枚目の幕の十字架の罪の許しの経験へと進むわけですね。あ、なるほど。うん、まあ、そういえばジュゴンの皮も茜染めのお羊の皮も、うん、その動物を殺さなければ得ることができない材料ですけど。そうですね、皮ですからね。はい、これはイエス様の十字架の死と何か関係がありますか。はい、実はそうなんですよね。この1枚目のジュゴンの皮とそして2枚目のお羊の皮は実際これらの動物の死が関わっているということから、はい、罪の代価が死であるというこの聖書の原則をですね、思い起こすことができると思います。ここでローマ人への手紙6章の23節を読んでいただけますか。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。はい、つまり1枚目の幕と2枚目の幕は罪の支払う報酬を神の賜物であるイエス・キリストの十字架によって支払われたということを意味するものだと考えられますよね。まあ、それは私の身代わりとして、うん、イエス様が死んでくださることで本来私が支払うべき死の代価を代わりにイエス様が支払ってくださったことを表しているということですね。うん、そうですよね。はい、まあ、実際この罪人がですね、ジュゴンの経験のまま罪人として人生を終えるならば永遠の死というものを免れないことになりますよね。まあ、しかし、十字架のキリストとの出会いによって、はい、代価をもって買い取られる経験にもし進むならばですね、罪と死の問題が解決に
向かうという、まあ、そういう教訓がですねここにあるのではないかと理解できますよね。はい、ここで、コリント第一の手紙の6章の20節、これをちょっと読んでいただけますか。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。はい、実はこの聖句の自分の体を持って神の栄光を表しなさいという部分がですね、次の3番目の幕の状態なんですね。はい、この3番目の幕では真っ白なヤギの毛糸が使われているんですね。これは2番目の幕が表していた十字架での許しの経験の次になりますよね。はい、その次の経験として罪人がどのような経験をするかということを教えているんですね。ここでイザヤ書の1章の18節を読んでいただけますか。主は言われる。さあ我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。はい、ここで3番目の幕の材料に注目しましょう。はい、3番目の幕は先ほどのジュゴンの皮とか、はい、またお羊の皮のようにですね、動物を殺して得た材料ではないんですよね。生きているヤギの真っ白な毛で作られてるんですよね。これは罪と死というものがもはやこの3番目の幕の経験には含まれていないことがわかりますよね。そうですね。つまりこの幕で表されているのは罪人の状態では解決できなかった罪と死というこの影が取り去られて、そしてシミも傷もない純白な品性と到達するという約束であると理解できますよね。はい、まあ、しかしこの雪のような白さという部分についてはさらに深い研究ができるところなんですが、まあ、ちょっと今回は時間の関係でですね、はい、できませんので、別の回の時にですね、また触れておきたいと思いますね。はい、そして先ほどの聖句でですね、自分の体を持って神の栄光を表しなさいというこの神様のご命令ありましたよね。はい、これは聖霊によって品性が作り変えられていくという経験のことなんですよね。難しい言葉ですが、そのことをですね、聖化とか、はい、また神聖と言いますね。これ聖化って、聖書の聖に化けると書きますけど、聖なる清いものに変化させられるという約束は、実際に今私たちがそれを望んで求めれば、その体験に預かることができるということですよね。はい、そしてそれは自分の罪に一つずつ一歩一歩処理する体験っていうことですよね。まさにそうなんですよね。はい、またこの聖化と同様にですね、はい、新生新しく生まれるってね、はい、そういう意味ですけども、聖書にはキリストの十字架のこの茜染めの幕の次にこの新しく生まれる経験をすることがはっきりと記されてあるところがあるんですよ。はい、コリント第2の手紙5章を17節を読んでいただけますか。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。はい、古いものとはもちろん新しくされる前の私たちの状態のことだと思いますが、はい、古いままでは先ほどのコリント6章の20節にあった、自分の体を持って神の栄光を表しなさいという神様のご命令には従えないですよね。そうですよね。はい、まあ、さらにこの先ほどですね、この3枚目の幕の素材が革ではなくて毛糸だと言いましたよね。はい、ジュゴンの革がこの、まあ、聖霊の
感化である水を撥水効果、ね、弾くのに対して、はい、もしこの毛糸は汚れてもですね、水で洗うことができますよね、はい、これはもし私たち罪人が新しくなりたいと神に願い求めるならば、神は私たちの品性をですね、聖霊によって清めてくださるという、こういう教訓を含んでいると理解できますよね、はい、ここでテトス3章の5節を読んでいただけますか。私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて、私たちは救われたのである。つまりこの約束を信じて神様の御心に従っていくことによって、私たちは一歩一歩品性が清められて、はい、新しい人として作り変えられていくわけですね、はい、そしてこの経験を積み重ねていく人が最終的に天国に入ることができると聖書には記されてあります、はい、ここでヨハネ3章の3節を読んでいただけますか。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。はい、この経験を経ていよいよ神の国に受け入れられるという約束が最後の4枚目の幕の経験になります。出エジプト記の26章の1節によれば、この4枚目の幕は直に聖女の建物のフレームを覆う青色や紫などの豪華な雨布になります、はい、この聖女には神様が御臨在しておられますので、まさに顔と顔を合わせて神様と直接お会いできる状態になるという約束だと理解できますよね、はい、一番外側のジュゴンの皮の膜は3枚も膜を挟んでいますので、直接神の御栄光に触れることはまずありませんが、はい、この4枚目の膜だけ直接神様の御栄光を目の当たりにできるということなんですよね。コリント第2の手紙3章18節を読んでいただけますか。私たちは皆顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。はい、これは最初にアダムが作られた時、すなわち罪を犯す前のアダムの状態に完全回復されるという素晴らしい約束なんですね。はい、そして最後の4枚目の幕には特別に豪華な天使の刺繍がしてあると記してありますね。なんで天使の刺繍だろうと思いましたけど、はい、天使は神様と顔と顔を合わせることができると言いますから、うん、4枚目の幕の経験は神様と天国で直にお会いできるということを教えるための天使の刺繍なんですね。そうですよね。そう考えると、うん、聖女の一番目につく外側の膜が冴えない色のジュゴンの皮であるのはなぜなのかっていう問いについても、うん、おのずと答えが出てきました。そうですね、はい、聖女の4枚の膜は人間が罪を許されて新しく生まれ、うん、清められていく中で救いがどのように達成されるかを教えるものでしたので、うん、そのスタートとなる1番目の幕が豪華な幕ではなく、うん、私たちの状態を表す冴えないジュゴンの皮であるということですよね、うん、そうですよね、まあ、その最初の状態から最後は清められて、うん、神様と共に天国に住むことができるという、私たちの歩むべき、うん、こう人生のすべてが主役されているのが聖女なんですね。本当にそうなんですよね、うん、確かに罪人であるモーセがですね、シナイ山で神様と交わるときは、はい、神様のご栄光をモーセが目の当たりにするとそれに耐えられなかったので、うん、神様はモーセのために
そのお姿を雲で覆ってお会いになりましたよね。はい。同じように神様が私たち罪人と交わる時にはイエス・キリストという肉体でお生まれになってですね、はい、そのことによって神様のご栄光を覆って会ってくださいましたよね。ああそうですね、うん、まあ、毎日心の中で繰り広げられる善と悪の戦いの中において、うん、まあ、キリストのご品性と比べてなんて自分は汚れてるんだろうと悲しむ、ね、ものにとっては、うん、罪の問題が完全解決されるという約束はもうこれ最高の福音だと思います。そうですね、はい。まあ、今日学んだ聖書の幕の経験や、うん、これから学ぶ聖書の儀式で教えられていることを毎日丁寧に聖霊様のお助けのもとに歩んでいくのならば、うん、罪の問題から完全に回復させていただけるんですね。はい。まあ、こうしてちゃんと天国までの道筋を分かりやすく教えてくださって、具体的に私たちがどう歩んだらいいのかを示してくれるのが聖書なんですね。はい、まさにこの聖書はですね、そのために与えられた救いの教訓に満ちていますので、はい、さらにご一緒に皆さん学んでいけば希望が膨らんでくると思いますよ。そうですね、次回もぜひご視聴ください、はい。次回は聖書の構造から学ぶ儀式について皆さんと学んでいきたいと思います、はい。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。それではさようなら。さようなら。